そうかそうか、つまり君はそんな奴なんだな。うるせえてめえ、ナスホより使い勝手悪いだろう。どうやらただ煽りに来ただけのようだな。ということで、今回はエミール会です。ゲアトップのマッチング。マップはミデルブルフ、南スタートです。この戦車は神装甲なのに足が遅く、隠蔽率も悪いので、後輩のナースホルンより、使いにくいように感じます。そうかそうか、つまり君は僕の短所しか語らないんだな。戦車から声が。前回喋ってたのに、今回喋らないわけもなく。僕は 12.8 センチ砲を搭載している。火力も精度も貫通力も良好さ。ところでどうして町側へ行くんだ ?15 度の深くが活かせないじゃないか。重戦車がみんな町側来ちゃってるからね、しょうがないね。おや、あれはディッカーマックス。エミールとよく似た車両だな。僕の方が優れた駆逐戦車だということを、この方で分からせてやる。いいぞ、分からせてやれ。そうかそうか、つまり君は僕の介護官なんだな。どっちかというと、エミールの方が介護官のような気が。君、戦車降りますか?なんでもないです。おい、お前ら後ろ、さあ、LTTD やだ、このまま NDK コースかな。おや、こっちにヘイト向いてないんじゃ。このまま逃げ。全然必勝。何やっとんじゃー、こっちにヘイト向くやろがい。敵をスリル、そこに敵がいるからさ。そこに山があるからみたいに言うんじゃねえ。駆逐が来る、対比だー。おい、虎の車線遮ってんぞ。あれ、微動だにしない、こいつまさか。さあ、起きてー。起きて俺たちを守ってー。いてー。ちょうど茂みのところで落ちちゃったんだな。凄まじい程度の擬態、俺でなきゃ見逃しちゃうね。お、味方の駆逐が敵の駆逐を倒してくれたぞ。ナイスー、これで少しは楽になりました。現在車両数はどうすー。優先して倒したいのはやはりあの LTTD ですね。動き回られると厄介ですからね。お、撃てそう。ここだ。あいつ今宿地使わなかったか?ちょっとラグっただけぞ。まあ別に LTTD にこだわることはないか、撃てる敵応答。ダメだ、あんなお手本みたいな豚飯、でも足も出ねえ。やはり LTTD から崩すしかない。味方の SU と協力して、フォーメーション。その名も、駆逐二段構え。名前がダサい、ダサすぎる。そうかそうか、つまり君はネーミングセンスがないんだな。敵を一枚落とせたのに、精神的に辛いわ。トグトグお家に行きたいけど、T25AT がガン見してますね。ヘイトがそれるまで少し待ちますか。そろそろ頃合いかな。よし、あと2枚。お次は IS2 ではなく、だいぶ順調だな。やはりエミールの方性能は素晴らしいです。そうかそうか、嬉しくねえぞこの野郎。でへへ、こいつ出れやがった。もう僕張り切っちゃうもんね。動ける味方はみんな倒されてしまいましたが、敵はワンパン圏内。こちらは一発は耐えられそうです。これは勝ったかな。あとは僕に任せんしゃい、華麗に決めて死んぜよう。頼んだぞい。え、噴水の中央にある柱に当たったぞ。そうかそうか、噴水の中には柱があるんだな。何やってんだ。お互いワンパン圏内だが、IS2 は占領地の中にいる。こっちは占領を切らなくちゃならない。よかろう、こっちは右か左かに択を迫れる、心理戦としゃれ込もうじゃないか。おや、占領地を出たみたいだぞ。マジか。ほう、向かってくるのか。逃げずにこのエミールに近づいてくるのか。ちょっと黙ってろ。右か左、どっちから来る?二択を迫られてるのはむしろこっちか。あ、いいこと思いついた。ちょ、勝手に動くんじゃない。これで完璧。なるほど、そういうことか。右から来れば構えてるから先に撃てる。左から来れば50メートルで強制視認できる。それでは最終決戦、気を引き締めていこう。
な、なんやこの歌。お、来るか？どうやら一方死人だな。今度は見つかったな。ついに決着だ。ドロップボレー決まった。いやー